ルキウス・クインクティウス・フラミニヌスは、紀元前3世紀末から、紀元前2世紀初頭にかけての、共和制ローマの政治家、軍人。紀元前192年に、執政官を務めた。フラミニヌスはパトリキである、クインクティウス氏族の出身。ノーメンのクインクティウスは、プライノーメンのクイントスに由来する。何人かの古代の著述家は、クインクティウス氏族の歴史は、 初代ローマ王、ロームルスの時代に遡り、ルペルカーリア祭りとの関連を述べている。ティトゥス・リウィウスによれば、ローマ第三大王、トゥッドス・ホスティリウスの時代に、セルウィリウス氏族、ゲガニウス氏族、クリアテウス氏族、クロエリウス氏族、トゥッリウス氏族と共に、アルバロンガから移住したとする。カピトリヌスのファスティには、紀元前471年に、 ティトゥス・クインクティウス・カピトリヌス・バルバトゥスが、氏族最初の執政官となって、以来、継続的に、クインクティウス氏族出身の執政官が記録されている。フラミニヌスの家系に関しては、父のプエノーメンが、ティトゥス、祖父がアルキウスであることがわかるのみである。父と祖父に関しては、名前以外はわからない。 フラミニヌスの父は神官であり、このためその子孫がフラミニヌスのコグノー面を名乗ったとの仮説がある。ドイツの歴史学者エイチグルンデルが作成した家系図によれば多くが推測に基づくものではあるが、紀元前208年の失政官ティトス・クインクティウス・クリスピヌスはフラミニヌスのいとこである。フラミニヌスには紀元前229年、または 紀元前228年生まれの弟ティトゥス、クインクティウス・フラミニヌスがいた。このため兄が、父の、弟が、祖父のプラエノーメンを引き継いだことになる。ティトゥスの他に弟、あるいは姉妹がいたかは不明である。フラミニヌス本人が生まれたのは、紀元前230年と考えられている。フラミニヌスが最初に記録に登場するのは、紀元前213年に、 プブリウス・フリウス・ピルスの死去に伴って鳥占い官に就任した時である。紀元前230年の生まれとするとこの時17歳ということになり、このため何人かの研究者はフラミニヌスの誕生年に疑問を呈している。グルンデルは、この時は第二次ポエニ戦争の最中で、大人たちはほぼすべてが軍人となっており、友人であったクイントス・ファビウス・マクシムスや、 マルクス・クラウディウス・マルケルスの支援もあったであろうことから17歳でのアウグル就任は不思議ではないとする。また、名門パトリキであるマクシムスは10歳でアウグルに就任している。フラミニヌスのクルス・ホノルムとしての第一歩は紀元前201年ハンニバルとの戦争が終了した年のものである。フラミニヌスは上級アゼチカンに就任している。 同僚の上級アゼチカンは、ルキウス・ワレイウス・フラックスであった。両者は壮大な競技会を開催し、市民にスキピオ・アフリカノスがアフリカから持ち帰った大量の穀物を分配した。おそらくこの手段で市民の人気を獲得し、翌年末の選挙で、フラミニヌスとフラックスは共に、法務官に当選した。この間に、弟のティトゥスは、紀元前205年から紀元前204年、 あるいはもっと、後まで、法務官代理として、タレントムの司令官を務め、紀元前198年には、失政官に就任した。世紀の法務官を経験せず、また30歳前に、失政官に選出されることは異例であった。なぜこのようなことが可能となったのかに関して、歴史学者の意見は、一致を見ていない。第二次ポエに戦争中に、 クイムティウス氏族の果たした役割の大きさ、あるいはティゥスも、兄と同じくファブウス派、マルケルス派双方から支持を得ていたためであろう。結果として、兄と弟の政治的地位は逆転したこととなる。紀元前200年頃のバルカン半島南部紀元前200年から、ローマはマケドニアとの戦争を始めていた。紀元前198年に、失政官となった弟ティトスは、 軍の指揮のために早々にバルカン半島へと渡った。その少し後、フラムニヌスも戦場へと派遣され、艦隊と沿岸警備を任された。フラミニヌスの肩書きはレガトゥスであり、ガイウス・リウィウス・サリナトル、またはルキウス・アプスティウス・フロと交代した。五段海戦二席とともにペロポネソス半島を回って、ピレウスに到着し、 フラミニヌスはそこを根拠とするローマ艦隊の指揮を取ることとなった。その後ローマと同盟したペルガモンとロードスの戦力も合わせエウボイア島のエレトリアを包囲した。土地の住民はペルガモンのアッタロス一世と降伏交渉を行っていたが、ローマ軍は野襲を行ってこれを占領した。続いてカリストスも降伏した。すなわち連合軍は数日の間に エウボアで最も有名な二つの都市国家を降伏させたことになる。さらに、フラミニヌス、ペルガモン、ロードセ連合軍はコリントスを包囲した。すぐに、この戦争中に態度を変えたアカヤ同盟も彼らに加わった。にもかかわらず、コリントスとマケドニアの守備兵は強力に抵抗し、さらには、フィロクレスがマケドニア兵1500を率いて、 救援に駆けつけると、包囲戦の成功の可能性は少なくなった。フラミニヌスはそれでの包囲の継続を主張したが、敵が攻勢に出た場合にはそれに対処できないため、最後には撤退に同意した。ローマ艦隊はケルキラ島で東映に入った。その冬あるいは、紀元前197年の早春に、フラミニヌスは十0隻の五段回戦を率いて、 アンティキラにいた弟のところに向かい、子宮を恩まで運んだ。兄弟はアッタロスとアカイア同盟の戦略家であるとニコストラトスと共にアルゴリスに行き、スパルタ王であるナビスと会談を持った。元前197年の春、元老院はバルカン半島におけるフラミニヌス兄弟の権限を拡大した。ティトゥスは陸上で、ルキウスは 会場での軍事行動に責任を負うこととなった。ルキウスに与えられた使命は、依然として、マケドニア人を支持していた、ギリシアの唯一の地域であるアカルナニアを征服することであった。彼は、レフカダにアカルニア議会の召集し、ローマとの同盟に関する法令の採択させようとした。しかしその後、議会は混乱し、マケドニアを支持する者たちが多数となった。 このためルキウスは、レフカダを包囲し、突入した。数日後に、キトゥイスが、キュノスケハライでマケドニアに対象したとの知らせが届き、全、アカルナニアが降伏した。フラミニヌスは、紀元前194年までギリシアに泊まった。紀元前196年の彼の活動に関しては、資料が残されていない。しかし、グンデルは、フラミニヌス家の長男として、 マケドニアとの講和条約の締結と、イストミア大祭での弟ティトスのギリシアの自由宣言に同席していたと推察している。紀元前195年、フラミニヌスはナビスとの戦いに参加した。40隻からなる艦隊を率いて、ラコニアの海岸を制圧し、ペルガモンとロードスの艦隊と共に、ナビスの海軍の基地であるユティオンを包囲した。その後外の外での勝利はいくつかあったが、 キトウスが4戦からなる1個軍団を率いて到着したことで連合軍の勝利は決定的なものになった。その後ルキウスは内陸に進んでスパルタを包囲しナビスにローマが出した条件での講和を強要した後に船に戻った。紀元前194年春、フラミニヌスはイタリアに戻りオリクからブルンディジウムへのローマ軍の輸送を監督した。 弟のティトイスは壮大な外戦式を挙行したが、この式典にはマケドニア戦争に参加したすべての軍隊が参加したので、フラミニヌムスもそこにいたと推測される。紀元前193年、フラミニヌスは執政官に立候補した。選挙戦は激しいもので、パトリキ候補としては、フラミニヌス、グナエウス・マンリウス・ウルソ、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカの3人が争った。 スキピオは、プレブス候補者のガイウス・ライリウスと共闘し、いとこのスキピオ・アフリカヌスの支援を受けた。フラミニヌスは、弟のティトスの支援を受けたため。その結果、選挙戦は二人の著名な政治家の対立に発展した。すべての人々の目は、フラミニヌスとスキピオな鹿に向けられていた。しかし、この選挙を最も激烈なものにしたのは、この二人の候補者の兄弟であった。 スキピオ・アフリカヌスの方が、より素晴らしい評判を得ていたが、その素晴らしさゆえに嫉妬にさらされていた。またスキピオ・アフリカヌスの栄光は10年も前のことで、あり、偉人と定型の年が薄れてしまう傾向は否めない。一方で、キトス・クインクティウス・フラミニヌスは、この年に凱旋式を挙行していたのだ。リウィウス・ローマ建国史 XXXV-10-4 から6結果。 フラミニヌスが勝利した。投票を取りまとめた、紀元前193年の元老院と失政官ルキウス・コルネリウス・メルラは、ナシカを支持していたのだが、口を挟むことはできなかった。プレブス失政官には、グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスが当選した。元老院は、フラミニヌスの担当地として、ガリア・キサルピナを与えた。リウ,ィウスのみが、その他の出来事を語っているが、 二つの資料を参考にしているため矛盾が生じている。ある箇所では、フラミニムスのガリア到着に先立ち、彼の前任者であるクインゥスミヌキウステルムスが、リグリアでの戦闘に勝利しており、フラミニムスは、リグリアを通って認知であるガリアに向かいボイ族と戦ったとする。別の箇所では、ガリアのことには、触れておらず、フラミニムスがリグリアで戦ったとのみ記されている。 フラミニムスは、年末には、ローマに戻り、翌年の失政官選挙を行った。スキピオ・ナシカはまたも立候補し、今回は当選した。もう一人の当選者は、マニウス・アッキリウス・グラブリオであった。その後、フラミニムスは、元老院を代表して、軍を編成した。この軍がどこに派遣されるかに関する公式な発表は、なかったが、セレウコス長のアンティオコス三世が、 バルカン半島に上陸しており、それに対するものであることは明らかであった。グラブリオが新たな戦争の指揮をとった。フラミニヌスは、レガトゥスとしてこの軍に加わった。他にも著名な人物が多数参加している。ティトゥス・クインクティウス・フラミニヌス、スキピオ派からは、ティベリウス・センプロニウス・ロングス、ルキウス・コルネリウス・スキピオ、ハン・スキピオ派からは、ルキウス・ワレリウス・フラックス。 マルクス・ポルキウスカとケンソリウスなどである。この戦争に関して、フラミニヌスの名前が出てくるのは一度だけであるため、彼がどの程度バルカン半島に止まっていたのかは不明である。ジー・ガンドルの推察では、彼は紀元前188年の戦争終了時にはすでにローマに戻っていた可能性があるが、紀元前191年にはグラブリオの指揮下でのテルモピュライの戦い、また、 紀元前191年には、スキピオ・アシアティクスの指揮下で、マグネシアの戦いに参加していたと思われる。次に、フラミニヌスが登場するのは、紀元前184年のことである。この年のケンソルは、ダイカトとルキウス・ワレイウス・フラックスであったが、彼ら二人は、紀元前189年にも立候補しており、この時は、キトスクインクティウス・フラミニヌスと、 マルクス・クラウディウス・マルケルスのコンビに敗れていた。今回は、カトとフラックスは、クインクティウス一派を攻撃し始めた。フラックスは、自身を、元動員筆頭に認じた。これに対して、キトス・クインクティウス・フラミニヌスは、自分が最高齢の元ケンソルであるとしてその地位を、主張したが、フラックスは無視した。そして、元動員名簿から7名を除名したのである。 フラミニヌスは、その一人であった。この追放の理由に関して、古代の歴史家の記述は一致していない。リウィウスは、大家との演説を引用して、次のように述べている。フラミニヌスには、フィリポスという、カルタゴ人の男を大金を支払って、愛人としていたが、失勢官として、ガリアに赴く際に彼も連れて行こうとした。フィリポスはそれでは剣闘士の試合が見られないと文句を、 言っていたが、ある日フラミニヌスはボイ族が交渉のために派遣した施設の一人をフィリポスの眼前で自ら殺害してみせた。ワレリウス・アンティアスの説はもう少し柔らかい。フィリポスの代わりにフラミニヌスが気を失うほど恋をしていたというある種の宝刀女性が登場する。プラケンティアの祭りの際に彼女は人が斬首されるところを見たことがないので、 ぜひ見たいと言った。そこでフラミニヌスは死刑囚の一人を連れてくるように命じ、自ら斧を使って斬首した。キケロとワレリウス・マクシムスもアンティアヌスの説を繰り返している。プルタルコスは大家との演説は誇張であるとして3番目の説を挙げている。ある夕食の時にフラミニムスの愛人の少年が自分は剣闘士の試合が見られないし、 人が殺されるのも見たことがないと言ったところ、フラミニヌスは、直ちに死刑囚を連れて来させ、リクトルに首をはねさせた。この大家との演説の全文は、リヴィウスの時代までは残っており、リヴィウスは、非常に鋭いと称している。残念ながら現在まで残っているのは一説だけである。フィリポスよ、愛と欲望は同じものとはほど遠い。一つは善であり、もう一つは悪である。 加藤は演説の最後に、もし、フラミニヌスが告訴を否定したならば、安全を保障してて、裁判にかけるという選択肢を与えた。しかし、彼が告訴を認めたとしても、ワインと欲望に狂って、宴席で人の血を流し自分を楽しませせるような人物に対し、誰がその血辱を悲しむと思ったのだろうか。と述べた。リウィウス、ローマ建国史 XXXV、10。 4から6プルタルコスは、フラミニヌス兄弟が、なぜ除名されなければならなかったのかと民衆に上訴した、ものの、大家とはこのアピールを受け、フラミニヌスに面と向かって、不祥事が本当かどうか問いただし、フラミニヌスは答えることができなかったとしているが、ケンソルの見積は、再審査されることはないために、この記述に対して、歴史家たちは疑問を呈している。 ただ、大化とのこの行動に対して大衆が一致して支持したわけではない。プルタルコスによると、元老院議員は最前列で見る名誉を与えられて、いたが、フラミニヌスがある見せ物を貧しい人々に混じって、後ろの方で感激していたため、これに気づいた観客は哀れに思い、彼に前に出るように叫び続けた。ついには、前の方で感激していた。 失政官クラスの人々が席を譲ったという。その後、フラミニヌスに関する記録はなく、紀元前170年に死去した。弟のティゥスは、紀元前174年頃に没しているので、数年間は、長生きしたことになるフラミニヌスの子孫に関する確実な資料はない。グンデルは、紀元前150年の失政官テベリウス・クインクティウス・フラミニヌスは息子であるとしているが、 他の歴史家は多いであると考えている。古代の歴史家たちは、フラミニヌスの人格について否定的な評価をしているが、これは、彼が元老院から除名されたためである。弟のティトスを称賛しているプルタルコスは、フラミニヌスは、ティトスとは全く似ておらず、特に、快楽に対する彼の恥ずべき思考と良識に対する完全な軽蔑と記している。リウィウスは、 バリアでの彼の行動のどちらが真実かはわからないとしながらも、いずれにせよ、怪物的であるとした。キケロは、老年についてという論説の中で、大加藤を代弁して、政治的不名誉と私生活の中で、恥が組み合わさった下劣、情熱の欠如と書いている。について書いている、歴史学的には、フラミニヌスと、弟ティトスの関係が注目されている。 政治歴においても明確な業績は見当たらず、海軍の司令官を務めたことだけである。ありがとうございます。